よし、やっていくか。フォールガイズのシーズン1でございますよ。皆さん、フォールガイズ知ってますか？フォールガイズというのはね、ほんとこういう人造みたいなのがうじゃうじゃ動くゲームです。はい。それをね、やっていこうっていう話なんですけど、今日はね、ちょっとね、いろいろ考えたんですよ。こういうゲームってね、まあ、楽しいんですけど、やってるとね、時々ちょっとまあ、イラッとすることはあるわけじゃないですか。人間ですか？人間ですか？僕は人間ですから。なんか失敗したりするとね、ちょっとイラッとすることはあるんですよ。皆さんも多分そうだと思うんですよ。でもね、そういうの良くないと思うんだよね。実況に出していくのね。みんなにそういう不快感を与えるの良くないから、そういうなんか汚い言葉遣いとか、なんかイラついてる感みたいなのを、こう実況で表に出していくのは良くないかなって思うんですよ。だから、もっとこうね、みんなと競うゲームなんだけど、もっと平和的に行こうかなって思うんですよ。やっぱ平和に一番大事なのは、愛だよね。愛。Love ですよ。Fall Guys が Fall in Love。そんな感じで行きたいと思うんですよ。ぐるぐるファイト行きましょう。さあ、やっていきましょうね。愛を持ってやっていきますんで、皆さんよろしくお願いします。ぜひとも最後まで見ていただけたら嬉しいな。愛しい人たちよ。最後まで見ておくれ。さあ。この青い豆が私でーす。さあ、行くぞー。みんな、大好きだよー。みんな、そう、みんな可愛いね、ジャンプして。あーっとー。あー、ちょっとみんな待って。僕も遅れたくないから、一緒に行きたいの。みんなのことが好きだから。みんなのことが好きだから、ちょっと邪魔しないで。あんまり邪魔しないで。やめて。痛い。まあ、結果俺。ああ、そんなに争わないで。ああ、ちょっと。待って。はい。上に登りたいの。仕方ない、こうやって。いやー。待ちやがれ。愛してるから。待ちなさい、愛しい人たちよ。プロペラ。受けます。愛しい人と、飛行機に乗ってどっか遠くへ行きたいな。愛の逃避行だよ。さあ、愛の逃避行。ここにいるみんなと愛の逃避行で。行きたい。あー、飛ばされた。やめて。落ちていく。みんな愛してるよ。よし。行くぞ。持っていく。僕はもう真ん中突っ切っていく。もう、愛する人たちのためにはもう、横道行くなんてことです。正々堂々と真ん中から行きたいと思ったんだけど、まあ、たまにはこういう風に、ちょっと、別のとこから行くのもいいよねっていう。人生いろいろですから、愛の形もいろいろですよ。やめて、愛し、飛ぶ。一回飛んでから安全に。よし、ああ、そこで落ちるの。そこで待って。みんな、友好的に行こう。そう、みんな落ちて。僕のことを愛しているなら僕を勝たせてちょうだい。すべては僕の思うがままに。僕の都合のいい展開になってくれたまえ。ああ、みんな、やったね。わーい。愛してるよ、みんな。ゴグさせて。はい。邪魔するんじゃないよ。ああ、勝てた。よかった。いやー、ここで負けたらかっこよかったからね。ああ、みんなが落ちていく。でも、落ちていったみんなも大好きだよ。だって、みんなが落ちていってくれたおかげで、僕は勝てたんだから。愛しているよ。さあ、次行きましょう。落ちた人はどうでもいいんです。次に行くんです。自分さえ勝てりゃいいんだから、このゲーム。本当に。仲間意識とかさ。そういうことじゃないし。そもそもこのゲームって自分一人が最終的に一番になるって、そういうゲームだから。パーフェクトマッチ。ちょっと待って。実はこのゲーム一回もやったことないんだよ。パーフェクトなマッチ。パーフェクト。本物の愛を見せつけてあげるぜ。ね。恋のマッチングアプリとかあるじゃん。パーフェクトマッチ。そんな感じだよね。きっと、素敵なお相手が見つかるはず。そんな気分でやっていきましょう。どういうこと？これ覚えるんだよね。ここにサクランボがあるよ。ここにブドウがあるよ。って覚えていけばいいの？ブドウとサクランボがあるよって覚えていけばいいんだよね。1。サクランボはこっち。チェリーボーイ集まれー。私が愛を教えてあげよう。落とさないでよ。
押さないでよ。お、次はリンゴとブドウとスイカとバナナがあった。リンゴと、リンゴ、ブドウ、スイカ、バナナもあるね。リンゴ、スイカ、ブドウ。やべえ。ん？あ、バナナか。あぶねえ。ちょっとブドウの位置が分からなかったから、危なかった。次はなんだ？チェリーと、みんな。ああ、もう、みんな僕のために頑張ってくれ。ちょ、ね、これ、あんま喋れないぞ。これ、あんま喋れないぞ。頭の中ぐちゃぐちゃになっちゃうぞ。みんな愛してる。視聴者みんな愛してる。だから、黙る僕を、許して、ああ、ずぐさせて、みんなが言うところに行きます。はい。もう終わって。もう終わりでしょ。これ実況しづらいんだよ。まだ続くんかい。ああ、終わったー。ああ、ありがとう。愛の力で乗り越えたよ。ねえ。みんながいるところに、僕も行ったら、生き残れたっていう。なんともずるいやり方だけど、一人だけ落ちていって、かわいそうに。ちょっと、なんか同情しちゃうね。情けは無用だ。情けは無用だ。落ちた人はもうどうやら。今から僕を頑張ってできることでいけばいいんです。それだけなんだよ。ログアウト行きましょうね。ぐるぐる回っていくよ。回るのは地面だな。僕たちはそのぐるぐる回る地面に、右往左往するっていう。愛とか恋とかそういうのはぐるぐる、人間関係がぐるぐる回って右往左往するもんでございますよ。私はあの人が好き、あの人は嫌い、そう。いや、泥棒猫を横取りしないで、そんな感じで人生というのはぐる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 回っていくもんですよ。しかし、それでも、こう、うまく、人生という名の、大海原を振り落とされないようにしっかりしがみついていく。ね、ちゃんとタイタニック号にちゃんとしがみついていく。そんな人生、生き方でありたい。鉱山にぶつかっても大丈夫。自分は絶対に生き残る。そういう、覚悟でやってきて、所存でございます。何を言ってるか分からなくなってきたけど、簡単な話。このゲーム自体は簡単なんだけど、一体何を実況してやるかは全然わかんないんだよね。だから今僕は焦っているんですよ。果たしてこの動画成立するんだろうかっていう理由で、成立しなくても僕あげる、アップロードするというかね。あ、ちょっと待って。落とさないで、落とさないで。よいしょ。みんなのこと好きだから、僕のことを捕まないでよ。僕は生き残りたいんです。あ、ちょ、超危なかったじゃん。このゲーム僕一回も負けたことないんだよ。負けたことないから。ここで負けるわけにはいかないんだよ、皆さん。ねえ、僕、ここで無敗記録達成したいから、みんな、愛してるから、僕のこと邪魔しないで。みんなの邪魔しないから、僕、愛している人は、ことは邪魔したくないと思っているんで、ね。平和に行こう、平和に。そろそろ誰か落ちてくんないかな。よし。オッケー。勝ちました。まあ、こんなもんでしょう。誰が落ちるのかな？一人二人。意外と落ちたな。あんまり落ちないんだけどね、このゲームってね。20人がクリア。いやー。うわぁ。なにこれ。あー、これか。ヒヤヒヤロードね。結構これ危ないゲームだよね。しかし。どうなんだ。愛しているならば、道を譲ってちょうだいみたいな。愛しているなら、危険な道へ行ってちょうだいみたいな。ここ行けばいいのね。ここ。これ、終盤で落ちると危ないから今のうちに落ちておこうっていう発想です。よいしょ。待って、みんな、待って、愛しい人よ。私はみんなを追いかける。あなたのことが好きだから。あー、やっちゃった。待て。待って、愛しい人よ。私たちを置いていかないで。置いていかないで。よし。さあ、前に行け。ほら。行きなさいよ、前に。行きなさいよ。この臆病者め。いいぞ。あ。あ。
対に許さない、この12人。いやー、負けちゃったね。負けちゃったけど、僕は別に悔しくないよ。だって、あんなにも素晴らしい人たちに会えたんだもの。60人のね、友達ができた。そんな感じだよ。みんながみんな、愛しい人なんだよね。こうやって、同じ場所に出会えた、その奇跡に、感謝したいと思います。はい。ということで、これからもね、清く正しい、清らかな、ここで噛んじゃダメなんだよな。清く正しい実況をやっていきたいと思いますんで、皆さん、よろしくお願いします。はい、やっていきましょう。スピンレース。スピンレースだって。ぐるぐる回るんだよね。さ、邪魔なものを避けてこう、まあ、たぶんですけど、邪魔なものっていうのは、一緒に戦う人たちのことだよね。さて、早く始めなさい。始めようか。よし、やっていこうか。みんな、頑張って、一緒に頑張って攻撃しようね。そう。まあ、もちろん、ここ、人数制限があるんだけどさ。人数制限があるんだよ。全員が全員上に行け、なんだ、次のステージ進めるわけじゃないんだけどさ。でも、最後の最後までみんなで一緒に頑張っていこう。そういうのは大事だと思うんだ、僕。あー、狭い。よいしょ。そう。みんなで一緒にね、頑張っていくっていう、そういう私たちの絆を見せていきましょう。ね。よいしょ。ほらほら。ね、あー、待ちなさい。待っていいとしていい人たち。やったー。みんなに追いつけたぞ。僕も一緒に混ぜて。よいしょ。仲良くしようねー。仲良くしなさい。こりゃ命令だ。命令だ。愛しい人たちよ。私と仲良くしなさい。おー、ちょ、結構ピンチなんじゃないのこれ。よいしょ。やめて。僕も一緒にゴーしたい。みんなと一緒に行きたいの。あー。待て。いけ。よっしゃー。よっしゃ。これが才能ってやつだよね。クリアできたよ。落ちていくね。愛してるよ。そんな君たちを。さあ、次行こうか。次のゲームは、一番嫌なやつだ。一回もクリアしたことないよ。だから、みんな僕に手加減して、手加減してほしいな。加減してくれたら後でリップしてあげる。いいことってなんだろう。いいことしてあげるというのは基本的に女性が言う言葉なんだな。女が男を誘惑するときに言う言葉なんだけど、ちょっと僕は自信がないのでこうやって安全ルートから行きます。よいしょ。横から出てくるこういう押し出し飛行を避けていき、実は今までここまで来たことがなくて、いつももっと初めのところでやられているんです。よいしょ。本当はショートカットしたいんだけど、この辺で。よいしょ。はい。あ、やばいよ。あー、落ち。これ、登れないのかな？あ、どこ入ってんの？やめて。よいしょ。あんまりみんな邪魔しないで。よいしょ。どこでしょう？よっしゃ、登れた。ここまで来たの初めてだよ。初めての初体験。僕の初体験を邪魔しないでちょうだいね。そういうことを邪魔しない。優しい人たちであってほしい。よいしょ。みんなで仲良く。よいしょ。みんな仲良く行こう。ここはね。みんな仲良くはね。僕怒ってないからね。怒ってないよ。怒ってない。消えてないですよ。こんなので僕を消えさせたら大したもんですよ。あ、ちょい。もうやばいよ。上がってきてるよ。嘘だー。このステージほんと嫌い。嫌いとか言っちゃダメだよね。うん。いや、まあ、好き嫌いはあるからな。人間って。好き好みあるからな。でも、それでも、なんだろう。できるだけ、いろんなものを
好きになっていきたいっていう、その方がまあ人生が華やかになるかな。まあそういう修行の一環だと思ってこのゲームをやっていけばいいんじゃないかな。シーソーゲーム来た、シーソーゲーム。シーソーゲーム。これ、僕シーソーゲーム大好き。これ大好きなんだよね。大好きなゲームだからこの愛しているゲームだからこそ、勝ちたいです。さあ、みんな協力していこうね。みんなが片側に乗っちゃうと、みんな落っこっちゃうからね。きちんと協力、なんか今、変な人いなかった。すげえ飛んでった人いなかった。チーターってやつかー。チーターは許す、マジよ。さすがにチーターだけは愛せないからね。チーターは愛せないからね。滅びておしまいなさい。あーやったわ。チーターじゃないみんなは僕たちと一緒に楽しく遊ぼうね。お兄さんと一緒にシーソーゲームで遊ぼう。待ちなされ。よいしょ。待て。あぶれ。じゃあ、よし。いいぞー。早く降りてきて。ああ、落ちちゃった。やめてくださいよ。このシーソー傾きすぎやろ。傾きすぎやろ、そのシーソー。絶対乗ったら落ちるやつやん。みんな落ちちゃってるやん。みんなが落ちたから乗っちゃおう。待って、待って、あなたがそこに乗ると落っこっちゃう、私。私落っこっちゃう。そんなに他人を蹴落として楽しいか。だから、僕はそんな君たちを愛しているぜ。そんな君たちが大好きだぜ。大好きだからさ、仲良くしようぜ。仲良くしよう。そんなあなたたちが好きだから仲良くしよう。ここで行き止まりや。早くそっちのシーソーちゃんとした傾きでとれ。よし、行け。行けないだと。行けないだと。僕いつも、なんか動画撮ってないときはこのシーソーゲームかなりクリア率高いんだけど、やべえな、今回。やばいっすね。今回みんなが邪魔しまくってね。やめて、よいしょ、よいしょ。はい、頑張れ。よし、頑張れ。おじいちゃんじゃないんだけど。よいしょ。はい、アニョが上手。はい、ジャンプして。はい、上手ね、シーソー。よいしょ。今、ジャンプするんだ。やばい。落ちちゃうよ。あ、落ちた。そうだろうな。落ちるだろうな、今のは。冷静に判断できていなかったです。そうだよ。恋は盲目ってやつ。愛に燃えると人は、冷静な判断ができなくなっちゃうっていう、そういう感じでございます。てか、やばいっすね。絶対許さない。いやあ、あれですね。愛って難しいね。いやあ、まだまだ僕も人生多く学ばなきゃいけないことたくさんあるなって思った。まあいいや、今回はここでおしまいにしようか。あと、一言を言わせてもらっていい？いつも僕の動画を見てくれている方々、ありがとうございます。あんたたちのことが大好きでございます。お世辞じゃないからね。以上、終了、解散。はい、動画閉じで、終わり、解散、おしまい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 。